さあ始まりました BS12 と里崎チャンネル、そしてプロ野球スピリッツエースのコラボ企画、プロ野球スピリッツエース芸能人大会 BS12 杯争奪パリーグ決定戦よっよー来ました。はい、さあ佐藤さん、はい、これ里崎チャンネルなんですけど、うん、どうしたんですかジャケット着て。いやいやいやダメなんですか、ダメなんですか、里崎チャンネルポロシャツって決まってるんじゃないんですか。いやいや今日はやっぱり決まってんの、ね、やっぱりかしこまってんの、コラボだから。そうなんですよ、ちょっと今日ビッグなコラボですね。そうなんですよ。え、墓場さんどうしたんですか。いつもより化粧なんかしちゃって、今日なんかちょっといつもよりここのほっぺたがピンク色で、いつもしてるんですけど、してない、なんか薄い薄いみたいな。だっていつも寝起きで若干こう適当なお化粧でいくんで、はい、今日なんかもう髪の毛もちゃんとして、はい、もうだから俺も髪の毛セットして2人で一番気合入ってる。そう、え、何勝手に話入ってる。いや誰ですか。いや僕はちょっと今喋ること考えてたんで、今袴田さんすごい顔小さいですねみたいな感じで。え、本当ですか。いやめちゃめちゃ小さくないですか。やだ嬉しい。いややっぱ小さくはないよ。いや画面見てると分かんないですよ、顔の小さくはない。いやめちゃめちゃ、けど本当に3倍。それはいやいや本当に俺がでかいから小さく見えるだけで、遠近法で。いやいや、こう見てください、ほらもう全然違うぞ。僕と里崎さんもちょっとやっぱね、ちょっと僕なんでスタッフの人入ってる。誰違いますから。ちょっと早く紹介してくれ。もう先紹介しましょうか。まだです。いや、大丈夫です。いや、行きましょう。まだです。佐々木さんまだまだまだです。あの WBC 盛り上がったね。そうなんです。一応 K では WBC をここでなんか話すってなってるんですけど、 WBC 盛り上がったね。アメリカまで行ってね、行ってね、応援したし、しかもね、プロスペースの侍ジャパンガチャ。いや、そうですね。あれはマジねエグかった。いや、確かに本当に。いや、本当にエグかった。あれエグかったよ。2006、9、今回出てるのに、なんて言ってもこのエグさ、なんで俺が出てないんだ。毎回言ってるから。もうこの前も聞きましたよ、俺これ。ベスト東京で。ベストナイン。東京ドームで。これ一つ言いたことあるんですよ。吉田正尚、はい、今大会めっちゃ打ったでしょ、はい、打ちました。22打数9安打、2ホーマー13打点、はい、めっちゃ打ったでしょ。めっちゃ打ちました、はい、22打数9安打でしょ、はい、え、2006年里崎っていう選手が22打数9安打、はい、全く同じ4割9厘、はい、ホームラン1本、はい、打点5、はい、あ、俺っす、チェス一緒。いやいや一緒、え、打点けど5ですよね。それは俺下位打線だったから。あー、なるほどなるほど、はい、で吉田選手打点エグかったですかね。打点13ぐらい言ってました。でも同じこと打ってんだよ。で、俺ガチャいないの。そうみたいな。これちょっとコナミさんにね言って。そうそう、もう何回も言ってるけどね。言ってそうなんですか。耳痛いろんな事情があるんですよ、やっぱり。そうそうそう、その前のガチャとかもあるんで、うん、はい、そうそうそう、監督も選ばれてるけどね。そうそうそう、監督もやってるんです、スピリーグの、うん、でも今回も選ばれたかった、あのユニフォームで出たかった。いや確かに欲しかったっすね、あのユニフォームでの佐々木さんは欲しかった。だって一人のね、はい、ね、VIP さんは俺のことちゃんと撮ってくれてるからいいけど、もう一人の有名 YouTuber のプロスウェイズやってる人、俺撮ってないのに再現とかってやってんの。再現じゃねえよ。 C さんね、 C さんね、 C さん、本当 A じゃねえかよ、 S 持ってねえじゃねえかよってね。取りなさいよ、しっかり。本当にね、まあね、本当プロスピでも、まあ、WBC が盛り上がったと、うん、ね、いうことなんですけれども、うん、プロ野球でも開幕してますから、ね、うん、もうそっちに目を移していかないといけないわけですよ、うん、はいはい、で今回コナミさんとコラボで、うん、さらに BS12 ともコラボなんですよ、うんうん、なのでちょっとねこれをお知らせしたいんですけど、はい、日本のプロ野球 BS12 では今年プロ野球55試合中継するそうなんですよ。いや、そう、めっちゃ中継する。55試合よ。3分の1、うん、結構するからね。結構ですよね。すごいですね、はい、で佐藤さんも毎年解説されてますけど、今年は5月9日火曜日西武対ロッテ戦で初解説がある。そうなんですよ、まだあと1ヶ月意外やな。え、いや、もう4月中に絶対何本かやるかなと思ってた。そうなんですけど、はい、連絡来ないから、まだ出んなって。まあ、うるさいからまだ出んなって。毎回ね、毎回ツイッターのトレンドに乗りますから佐々木さんは。そうそう、トレンドに乗るぐらい、はい、結構いいアプローチで解説してるはずだけど、はい、初登板は5月9日、はい、もう肩温まりすぎだいぶ中空いてるの、開幕の。佐藤さんが忙しすぎるんじゃないですか。いやいや、そんなことない、そんなことない。確かに、確かにね。いや、確かにそうっすよ。いや、大丈夫、もう3時間寝たら十分だから。毎日やめた方がいいです、もっと寝た方がいいですよ。大丈夫、大丈夫、もう大丈夫ですか。え、普段からですか。普段からあんま寝ないですか。いや、寝たいけど寝れないの、仕事忙しいってことなんですよ。そういうことなんですよ。はい、まあ、その他の放送日程などは皆さんホームページで確認していただければと思います、うん、はい、さあ、ということで改めてご紹介しましょう。もういいでしょ。誰ですか。いやいや、スタッフです。いや、スタッフちゃいますよ。はい、はい、今日はね、プロスピー の大会ということで、うん、はい、もうプロスピー YouTuber のビッツさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
有名 YouTuber ですよ、よろしくお願いします。最近調子ぶっこいてるリップさんです。再生数がすごいもうね倍ぐらいになりました、はい、ダブルビッシュを。ダルビッシュさんと一緒にね。いやそうなんですよ、あのサンディエゴに。だって、はいね、こんな言い方したらあれですけど、はい、数年前まで、はい、トビのアンちゃんだったんですよ。そうですよ、髪の毛真っキンキンでヒゲボーボーのね、トビ職やってましたから。アンちゃんで、そうなんですよ。プロスベースの全国大会で、はい、気づいたら初代チャンピオンになって、はい、そっからジャパニーズドリームする。人生180度変わったんですよね。現場の休憩時間にやってたゲームが、はい、まさかの日本一になって、うん、でもプロ野球選手でもないのに、はい、ダルビッシュさんと伊藤大海選手と自主トレをするっていう意味わからん、はい、そんで最近調子ぶっこいて、はい、髪の毛もメッシュにしたい。いやそれ前からない、それ前からないで、なんかサングラスかけて、はい、メガネどう入ってますこれ、どう入ってるんですよこれ。でもなんか張り切って寝起きですとかって言いながら、はい、YouTube 撮って、違う違う、あれはちょっといろいろ事情があってゲームは横画面になっただけです、はい、すぐ最近ね、はい、前までは顔映してなかったのに、はい、最近顔ずっと映してる YouTube で。最初映してなかった。いやそれも事情があって、はい、あの YouTube があのこう縦の画面のサムネイルが表示できなくなったんですよ、はい、なので横画面にすると、うん、あのサムネ顔が映る、はい、あサムネが映るってなったんで、うん、まあまあまあもういいですもう、はい、もういいです、はい、調子の方が顔映ってます。ということで今日は VIP さんにも来ていただきまして、プロ野球スピリッツエース芸能人大会ということで、コナミさんの全面協力のもとお送りしていきたいと思います、うんうん、さあでは改めてですけれども、プロスピエースのゲームについてご紹介したいと思います、はいはい、プロスピエースですが、2015年にアプリ配信がスタートしたプロ野球スピリッツエースですが、選手の顔やフォームなど一人一人の細かい特徴をリアルに再現しています、うん、本格プロ野球の決定版としてモバイル野球ゲームの革命と話題を集め、なんと累計ダウンロード数4000万を突破したメガヒット野球ゲームなんですね。もう多分本当ゲームプレイしてる人の人数すごいですね。けど本当に多分野球、ね、やってる方やったらほとんどこうやってるんじゃないかってアプリですよ、多分プロスピアも今。しかもプロスピすると選手を覚えたりとかね、うん、そうなんですよ。だからダルさんとかもメジャーでずっとやってたんで日本の選手分からなかったけど、うん、これをやることによってすごい覚えたって言ってましたから、やっぱりね、はい、すごく、ね、やって楽しいゲームとなっておりますが、うん、さあ今回4人の芸能人がトーナメント方式で対決をしていただきます。そして勝ち上がったお一人がスペシャルマッチとしてVIPさん対決してくださるんですね今日。いやまあ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 しますよ、はい、まあ、それはやっぱりね、僕、まあ、元日本一なんで、はいはい、まあ、ここで勝ったぐらいの人には負けないですけどね。はい、VIPさんと対決するという形になるんですが、うん、もちろんでもVIPさん、はい、王者ですから、はい、番組独自のハンデをVIPさんにつけて対戦していただきます。はい、はいはい、佐藤どうですか、勝てる自信は。いや最近弱いっしょ。いや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 、いやちょっと待って、本当に視聴者みたいなこと言いますやん。僕はもうVIPさんの動画見てますけど、はい、うん、最近弱いし。いや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 、弱くなるとかあるんですか。さすがにもうね、はい、あの20、まあ、日本一だったら29歳なんでもう3年経つんで、はい、まあ、もう32ですし、衰えてはありますけど、はい、里崎さんには負けない。いやいやもう、ゲームの腕もこう年齢とともに衰えるとか。いや、 やっぱりこう動体視力とかちょっとやっぱ落ちるんで、うん、若干ありますけど。佐藤さんの方がだいぶ年上ですもんね。そうそう、もう動体視力なんてもう視力差です。だってまだ、だってVIPさんは、だってVIPさん昔、はい、回転を覚えるために回転ばっかりずっと何時間も見てたんですよね。あ、まあまあそういう練習もしてましたね。こんな練習してるんですよ、回転ずっと見てるんですよ。すごいですね。けど今とはもう全然回転違いますから昔は、はいはい、うん、だからもうそんな言い訳ですよ、はいはい、回転見えないのは言い訳です。え、いやどうやっても見えないんですか回転。まあ、それはちょっと僕分かりません、はいはい、でもまあね、はい、VIPさんもう一言で言えば、はい、最近弱くなってますけど。そう、もう本当視聴者みたいなこと言いますわ。もう視聴者に言われるんですよ、もう生放送でプラス3でもありますから、はい、勝つ可能性は、ね、十分にあると思う。可能性、うん、あの侍ジャパンが世界一になる可能性ぐらい負ける可能性ないですよ、はい、いやちょっとハンデもハンデもありますからね。まあそうですね、はい、チャンピオンでしょ。まあ僕もチャンピオンなんですけどね。いやいや、そうなんですよ、そうなんですよ、一応ね、初代、一応え、初代、はい、OB ちゃん、はい、OB、はい、プロ野球 OB チャンピオンシップ、はい、初代王者なんですよ、はい、だから、はい、VIPさんも王者、はい、俺も王者。いやけど僕のやつは過去にもう5回大会やってます、はい、佐々木さんのやつはまだ1回しかないです。だから佐々木さんしかチャンピオンはいない、はい、初代チャンピオンは1人しかいないんです。いや追随してこいよ。コナミがもう第2回はやってないんですよ。やってないんですか。やりたいよ。
常に鍛錬を怠ってないのに、はい、そうですね、確かに、すごいぞ。佐藤さんはまずは4人の芸能人の中で勝ち上がっていただかないといけないですからね、VIPさんと対戦するには。まあ確かにそうですね、はい、途中で負けたら僕とできないですからね。そうそうそう、はい、可能性ありますから。まず2回勝たないといけないですから、うんうん、そこから頑張っていただくということで、うん、では4人の出場者ご紹介したいと思います。はい、まずは1回戦第1試合、今回のコラボ企画の立役者、WBC では稼がしてもらいました我が座長里崎智也さんと、ガンちゃんの愛称で親しまれたお祭り男、元日本ハムの岩本勉さん、この2人が激突。さあということで佐藤さん、岩本さんにはまあまあ勝てますかね。いやそれはもう負ける要素がないでしょそれはでも岩本さんがどんなプレーするか分かんないですからね。裏でかなりやってる可能性ありますよ。あ、そうですね、はい、しかも元ピッチャーじゃないですか、はい、その配球は素晴らしいんじゃないですか。確かにそういう作戦で来る可能性はありますからね。そうそうね、プロスピ の定番の配球っていうのは多分そのやってなかったら分からないんで、はい、意外とそういう方って打ちにくいんですよ。そう、打ちにくいんですよ。なんかこうセオリーみたいな、プロスピの中のセオリーとかがあるから、だいたいこういう配球するんちゃうかっていうのは分かるんで、はい、やり慣れた人とやる方が楽なんですよ。まあ、確かにトリッキーな配球されると分かんなかったりするんで、はい、そうなんですよね。あるある、これあるあるなんですよ。そこがちょっと心配なんですよ、うん、あ、じゃあそういうとこちょっと見応えがね、はい、ありそうです。さあ続く1回戦の第2試合ですが、食料、筋肉、そして筋肉競争、プロスピエースはかなりやり込んでいるというボディービルダーの横川直隆さん。さあそして対するのが西武をこよなく愛するミュージシャン、プロスピエースはお手の物という土屋レオさん、この2人が激突します。いや本当このお二人の対決も楽しみなんですけれども、ね、横川さんもね、あの、うん、特番ね、特番で一緒に出させてもらって、はい、すごいいろんな興味津々で詳しかったから、プレーでも見たことないんですよね、僕。いやプレーはないです、僕もないですけど、結構イベントとかはこうやり込んでるとか、まあ、レベルも結構高いみたいなので、だからまあリハタイムも、まあ、ちょこちょこやってるんじゃないですか、ね、でも筋肉邪魔にならないんですかね、こうやって伊藤さんも言ってましたからね、はい、筋肉邪魔って、はい、そこら辺のね、ちょっとやっぱあるみたいですよ、プレーには。プレーがね、行きたくても脇閉まんないじゃないですか、脇が。脇締めて、あ、まあ、でも脇こう締めないですか。いや締めないですね、こんな感じではいかないでしょ、こんな感じでは。確かに、はい、まあ、ちょっとプレースタイルもじゃ見てみましょう。プレースタイル見てみたいですね。楽しみですね、はい、さてチームですが、はい、佐藤さんがロッテ、はい、岩本さんが日本ハム、はい、で横川さんがソフトバンク、土屋さんが西武を選択しているということなんですが、僕選択してませんけど。いやいやロッテでしょ、どう見てもロッテですよ。いやまあまあそれはそうですよね、うん、それはそうですよ。これで例えばソフトバンクだったらやっぱちょっと違いますよ。違います、違いますよ。そうなんですか。そうなんですかじゃないですよ。ロッテですか。いやちょっと、なんでダメなんですか。いやだって今年開幕3連敗してなんかちょっと雰囲気が、流れが、しかもこれ、まあ、あの現役選手だけみたいなんでね、うん、どうですかロッテは。はい、頑張れ。あれ頑張れ、さっきの言ってたことちゃうな。いやほんまマジか。まあちょっとそういうチームでも影響してくるもんですか。ゲームなんでね、やっぱ選手の能力っていうのは、うん、まあ、あくまでやっぱゲームなんで大事なんですよ、はい、ゲームの中のね、ゲームの中の、ゲームの中のその選手のこと言ってる、はい、ゲームの中の、はい、はい、コナミさんの査定ですよ、はい、そうです。まあ、佐藤さん腕ありますもんね、はい、腕で頑張ってください。いや腕ではカバーできない。遠回しにすごいひどいこと言ってますけどね。さあということで今回のルールをご説明したいと思います、はい、紹介した4人の中から勝ち上がった優勝者が元プロスピエース日本一の VIP さんとスペシャルマッチを行います、はい、そして今回のルールですが、試合は3イニング制です、うん、5点差以上がついたらコールドゲームが成立、強制リタイアは8点となっています、うん、なお個人スピリッツを一律にしています。で今回はコナミさんの全面協力のもと、皆さんには極みの選手を使用していただきまして、 VIP さんには優勝者と同じ球団のオーダーを使用していただきます。なるほど。さらに、はい、ハンデとして使用する選手がレベル50、特訓マックス、はい、特殊能力マックスの選手で行っていただきます。出るかこれ、これチャンピオンなんですかね。いや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 、そうですね、え、これだいぶ極みとは差が、いや全然一緒ですよ。いや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 、え、だってあの B ランクっすよ多分レベル50って。わかんないです、 S の50かもわかんないじゃないですか。いやいや、え、そうなんですか。S なんですか。いや B ですよ絶対、だって B ランクのレベル50の多分特殊、しかも特殊能力なくないですか B ランク。え、それじゃ勝てないんですか。勝てますよ、はい、S です。え、あ、S なんですか、はい、S の50。え、で特殊能力もあるんですか。はい、あ、なるほど。ちょっと
表情が変わりました。B だったら勝てなかったんですか。いやいやいや別にあの B ランクでよかったのになS でいいんやマジか。さあこのね、はい、あのビッグさんの対決も楽しみにしてください。はい、はい、ということで、はい、ではビッグさん、はい、今4人、はい、あの挑戦者がいますけれども、はいはい、優勝予想はどなたになりそうですか。これ言っていいんですか。はい、もう予想ですから。はい、あ、まあそうですよね。はい、まあ、岩本さんっすかね。岩本さん笑ってるね。いや真剣ですよ。真剣ですよ。 なぜですか。いや、やっぱりこう里崎さんは意外と、はい、多分打てないと思うんですよ僕岩本さんの。はい、打つのはやっぱり、うん、そんなんとか投げるのには正直実力っていうのは、まあ、はい、あとピンポイントさえ合えば多分もう、はい、あんまりないんで、バッティングはちょっと顕著に現れる部分あるんですけど、はい、ピッチングで抑えられれば絶対ね、なんかこう怒ると思うんですよ僕は。はい、あと負けられないからプレッシャーかかるし、ね、あのね、やっぱりずっとやってはるんで、うん、はい、こう震えるからね。そうなんですか。で、いや、あります、あります、マジであります。はい、意外とプレッシャーかかると、はい、でそのちょっとミリのカーソルのズレで打てなかったりね、はい、でイライラしたらもう、はい、そこら辺だからちょっとどうなるかちょっと楽しみですよそれは。わ、それ第1回戦ね、はい、楽しみですね。はい、ということで改めてちょっとこちらご紹介したいんですけれども、 BS12 では今シーズンもパリーグの熱戦を55試合放送いたします。解説には昨年、優待したあの監督やそして選手、そして各チームのファンと交流する各界の著名人のゲストが続々登場予定となっております。そしてホームファンは主音声、ビジターファンは副音声というのもやってますので、そちらでもお楽しみいただけるようになっております。はい、昨年はシーズン通して大混戦のパリーグ、そして記録ずくめのね、うん、プロ野球界今必見のバッテリーね、うん、WBC でも活躍したあの選手、ね、ね、うん、監督の話題性ある監督、うん、注目のチームなどなど今シーズンもね、はい、やっぱこれね混戦になるんでね、いやぜひ ね見逃せないですね。はい、はい、ちなみに今シーズンの BS の12のプロモーションのキャッチフレーズがあるんですけど、はいはいはい、無料局で55試合も放送しているのに認知度低いという、うん、めちゃめちゃ自虐なプロモーションなんですね。それはね、はい、自信もと、はあ、BS12 自信もと、ね、認知度低いですか。低くないですけどね、トレンド乗ってますからね。ですよね、はあ、低いわけじゃないんですけども、はい、でもこう意外とね55試合もやってるっていうのは知らないかも分かるんですよね。はい、だから多いですね結構ね、はい、だからね言っていきたいですね、はい、うん、自信持とみんなそれがキャッチフレーズみたいになりますよね。自信持とって BS セルフ自信持とだって、副音声もあったり応援解説もあったりとか、うん、いろんな、はい、いや、だからその見たい人のニーズに応えて、うん、いろんなことを選択できるのが、うん、この BS12 なんで、うん、まあね、僕が登板するときはね、はい、ぜひ僕の解説を聞いてくれればね、はい、良さが分かりますから。そうですね、はい、ということで皆さんご覧いただければと思います。パリーグ55試合も無料中継してるのに知名度ないって逆にすごい。プロ野球年間55試合無料生中継 BS12。プロスピエースでプロ野球を味わい尽くせ、プロ野球スピリッツエース。現役選手や OB 選手など600名以上の選手が登場。スカウトで選手を集めて自分だけのオーダーを作り上げよう。コンピューターを相手に日本一を目指す V ロードや様々なイベントに参加してオーダーを強化しよう。さらにリアルタイム対戦の機能も充実。プロ野球プリッツエース。コナミ。さあそれでは1回戦第1試合を始めていきたいと思います。まず先攻が岩本さん、はい、後攻が里崎さんになります、うん、はい、佐藤さんどうでしょう、オーダーのポイントだったりとかあるんですか。いや、ロッテは強いんだぞっていうところを見せつけたいと思います、ね、今ね、リアルもそうだけどロッテは強いんだぞっていうところを見せつけたい。なるほど、はい、さあ岩本さんはいかがですか。日本ハムは伸びしろあるんだぞっていう伸びしろあるよっていうところ、強い弱いじゃない、伸びしろあるよ勝てる勝てないじゃない、やるかやらんかやぞ。そうですね、まあ、チームの話をこうゲームで証明していこうっていうところ、ね、そういうこと、そういうこと。ちなみにビッグさんはこうオーダーの組み方とかってこうご自身どうされてるんですか。はい、僕は結構打撃重視で組むん で、はい、でそれに関してはちょっとね、やっぱりこう今ロッテと日ハムゲーム的にですよ、はい、ゲーム的には伸びしろがあるんで、はい、ゲーム的には伸びしろがある選手ばっかりなんで、ちょっとまあ、はい、
頑張ってほしいですね、はい、頑張ってほしいよ頑張ってくれよおいでも頑張るのお二人ですからね、ゲームですからね。いやでもまあまあそうさ、そうですね、うん、でもリアルが頑張ってくれないと、はい、ゲームの差で良くなっていかないから、ね、ごもっともですけどね。さあではお二人一言ずつ意気込みをお願いします。佐藤さん、はい、緊張しないで頑張ります、はい、じゃあ山本さんお願いします。伸びしろたっぷり頑張りますいや楽しみやな。さあでは始めていきましょう、はい、それでは1回戦第1試合プレイボール。こんなもんでカメラの前で人の前でやるしかない。あお加藤選手対佐々木朗希、カオンカトゥタカ、世界の佐々木朗希だから確かにね、はい、けどまあ開幕投手でしたからね、加藤先生、そうですよ、はい、世の中の男性に支持を受けてるんですよ加藤孝之かまんでも似てますよね、このゲームの、うん、いやそうですね、すごいすごい、加藤万中めちゃくちゃ期待してるバッターやね。さあ、万波選手か結構、あー、来た来た、佐々木さん指なんですね。ピッチャーは指です。おお。あ、そっか、ゲームの仕方が。そうなんですよ。ピッチングは指でバッティングはペン使うんだ。おお。ツーストライクですよ。おお。結構ガチな配球してきますね、これ。佐藤さんキャッチャーですからね。いやまあまあまあ。けどクロスピの配球をしてるこのインコクロスピって、ね、アウトコースやっぱりこう打たれるんですよ。なのでこうインコース中心の攻めが基本なんですけど、佐々木さんもインコースしか投げてないガチです。おおお震えた今、嫉妬でしたね今。おお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 いや、ボール球か今の。俺ピッチャーこのコンテスト一番なるんだろうこれ。ロスバッティングしますねこれ、うん、カモン松郷、さあ首位打者松郷、これ岩本さん強振、強振、ああなりました、そうです、それで強振ちょっと難しいんですよ、いいもう一発逆転くらいおっ、ああ当たってる、当たってる、当たる、当たる、練習してる、ああ松尾、そこ伸びしろ出せよ。いや、よかったっすね。伸びしろ出せよ、松尾。今のスプリット、フォーク、フォークっすか。あ、フォークの方か。フォーク禁止やろ。いや、一番のだってあれですもん。これもう今もう始まってからけど、僕ビギナーなの知ってるでしょ。いやいや、佐々木さん多分ね、これ遠慮なく打ってきますよ、これ。うん、え大丈夫、俺もピッチングの方の方が練習してきたから。おぉ。カモンカトゥタカ。山本さんの配球っていうのが注目ポイントですよね。いや、そうですね。確かに。プロスピッチャーやけども、左ピッチャーね、一応秒数あるんで、これ山本さんほらめっちゃおいーっしょ、高部選手設定おかしい、設定がおかしいやろこれ、高部はこっちパワーをついてる、初球ホームラン、けどゲーム的には低弾道なんであんまりホームラン打たないんですけど、失投見事捉えましたね今年はね、やるこれだね、岩本の現役の時のデータも入れてる感じ。OB は出てないんですよね今回。あので岩本さん出てるんですけど、うん、OB はこうちょっと今回使えないんですよ。いやこれがね普通ヒットやったら分かるけどホームランなる？さすが高部ですね。うん、高部こういうの欲しいね。さあ藤原選手です。わあ初球ホームラン出ました。互角やで、互角。互角悩んでおります、配球。あー早かった、早かった、違う違う違う、一応あるから秒数あるんで、秒の間に何すんの俺ピッチクロック、ピッチクロックありますからね。なるべく早く押してこうや、おぉ、よしよしよしよ、いや、ナイスボール、ナイスボール、カモン、加藤隆、いいぞ、いい感じです、いい感じです、いい感じですよ、はい、あれだから、あ抜けた、ヒットでしたね、今のも、おかしいな、おかしいな、
打順、リアタイの打順じゃなかった、変えたの。え、どういうことですか。普通の平常のやつに打順変えただけだったから、だから思った通りの打順になってね。ああ、なるほどなるほど。ああ、そういうことか、通常オーダー、あれ通常オーダーの打順変えただけだった。あ、失敗した。ああ、いい、もうすごいすごい。いやけど、山口、戦えてる面白いゲームゲーム面白い。田崎さん、本当こういう時ってマジで喋らないですよね。ガチになって喋らないですよね。ガチになるんですよ、いつも。大会の時マジで喋らないですよ、田崎さん。喋れないですよ、今も本当にもう。でもビッチさんとかいつもこうプレスで喋りながらやってますもんね。そうですね、喋りながら基本やるんですけど。佐藤さんガチなんで。まあ大会はね、確かにまあ喋らなくなるのは分かりますね。あ、はい、まあ、いいボール。誰に来なかった。おー、ナイスボール。めちゃめちゃいいボール。え、めちゃめちゃいいボール。1点しか通れてないじゃん。元ピッチャーです。え、これあるあるある。これマジ俺の予想当たるかもしれない。あ、ピッチャーゴロ。全然何番目の。これピッチャーゴロしか出ない設定とか違う。違います。そんな設定ないです。清宮こうちゃん、おい、おー、早っ。早い。おー、早っ。え、こんな早い。そんなんあり。ちょっとこれ、こうちゃん、こうちゃん、栗田三振よく見てるよ。さすが佐々木朗希ね。早いな、やっぱり。いや、えぐい。こんな早く感じるの。上川端。お、いやー、おー、え、楽だった。え、これ2塁行く。お、早いか。え、あるよ、あるよ、あるよ。さすが上川畑。お、今川選手。あるある、一発ある、一発ある。野球してることを誰よりも楽しんでる男。そうですね、いい笑顔ですよね。うん、気持ちいい。え、けど、クロスバー出るの。おお、そうやろな、佐藤は辛いわけやな。おーおーおー、すごい配球読んでるぞ。え、すごい、うん、あー、それはエグい。進塁だ、進塁だ。チェンジか。いやけど、エグいな。カウントも分かってへんがな。球速い、でも球速いっすね。いいよ、いいよ、いいよ、球速くていいよ、うん、ここゼロで押されたら本当にね。ありますよね。あります、あります、あります、うん。はい。うわー、オレオレー、ちょっと、オレオレー、決まった。え、オレオレー、おっと、おっと、中継ぎですか。何考える必要あるんだろう。どれ、あ、あ、誰か、そのバッターか。あじゃ、おー、けどこれアジアが出てきました。ホームラン打てる可能性ありますからね、井上選手は。あんまりないっすね、ああいう配球も。リアタイじゃあんまりない。いや、すごい。普段のね、ランク戦とかでこう対戦する相手と配球が違うんで難しいですよね。宮本選手、宮本選、宮本さんならでは。自分がピッチャーとして投げるならっていう。そうっすね。めっちゃいいところ投げてる。頼むよ。あー、抜けた。ナイスバッティング。ゴーちゃん、いいよ。はい、私コーチ。また代打ですよ、これ。あのプロスピースはキャッチャーに代打出すのはセオリーなんですよ。なるほど、はい、やっぱキャッチャーは打力が低いんで、うん、DH 出してって感じで。よし、引っかけさせる。ここで代打じゃ、岡選手。佐藤さん、一言も喋らないじゃん。だ、え、こう喋るとこなの。いやいやいや、まあまあまあ、僕らがね、喋る方なんで、うん、はい、そうですね、はい。本当になんか、あのスピちゃんとか、ああいうプロスピの大会に出てる選手ぐらいしゃ喋らないですね。そうですね、はい、エキシビションとかだったら、あ、これいく、うぇー、ヘボクナイツ、逆方向。岡ひろみの逆方向が見れた。岡ひろみ、そんなバッティングしたことある。さすがです。
元ね、日ハムですからね、うん、ねマリンスタジアムでヒーローインタビューの時声震えてたの知ってるんだからそうなんですね名古屋キラさんみたいにそんなにですかそうもうホームランテラス反対運動起こそうかな俺ピッチャーとして今ちょっと多分スタンドインしてましたね夜のあたりスタンドインか、はい、さあ佐藤俊也選手さあ3対0だ、ちょっとこれ裏なんですねですね神様次の表で稲本さんはもう点を取らないそうですね3イニング制です、はいおーイボールいやシトがイボールだったシトイボール来るんだたまに来ますあれ あれおいあ早かったあ、そうだっけナイスボールボールかと思った今えぐよーじゃ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 いや今のは打てないですよこれはねチームメイトに教えてもらったんですよじゃあ初級これあのスピリングの監督やってはりましたかそうそうそうあの時にねボイドから教えてもらったボイド、ガチ入るあれおぉー2塁だあれじゃあ行こうよそうかけどこれ5点でコールドなんであそうなんですよだからここでホームラン出ちゃうともう終わっちゃうんですよ終わっもう調整で終わりますよ、ね、打たせませんこれしかないな。カトゥ。けど佐々木さんとも君に。いや狙ってます。カトゥタカ、カトゥタカ。うれうれ。お、ああ抜ける。あれよホームアウトあるよ。勝負。うわ。ツーアウト一三塁です。あるよこれ。まあ、今日中断道なんで、あまりホームランになりにくいバッターじゃバッターなんですけど、ゲーム的には。お、わ。ライトフライでしょ。ライトフライ。これは。いや、わあ打ってきた。しかも走ってるしかも走ってたから今ランナー3塁まで行きましたよ4点目ライト前でさあこれあと1点ですもう1点取れたら俺負けるわけあと1点で、はい、そうですあのコールドっていう5点コールドなんですよプロスピーここは岩本さん抑えないとここは抑えないと打撃できないんで土俵際の岩本ですよ土俵際のはい負けがないバッター誰だ扇高行こうああこういうことかうわっ振り遅れたこちらあーゴールドだおかしいおかしい俺のタブレット反応がおかしい俺のタブレットが3世代ぐらい前のやつかもしれんコールドゲームで里崎さんが勝利しましたさすがやな決勝進出ですさあ佐藤さんいかがでしたかいや最初やっぱりちょっと緊張しましたいや確かに1点しか取れなかったですから焦りました、うん、山本さんの配球に、はい、さあ山本さんいかがでしたかタブレットがおかしい反応がおかしい端末に文句言うと一番タブレットなのか僕の動きがおかしいのかこれはもう皆さん見ての通りだと思いますけどさあ、ウィップさんどうでしたかいやけどまあ、さすが里崎さんでしたけどただ岩本さんもやっぱりあのいいところ上げてましたよ、うん、やっぱりこう普段あんまりやってない方がああやってこう、なんていうんですかねあんまり、まあ嫉妬もありましたけどあの、はい、プロスピの、あの、はい、それこそあの試合あったでしょはい、スピリーグね、はい、はい、スピリーグ、はい、あの時に僕監督やらせてもらって、はい、各プレイヤーたちがやってるのをずっと横で見ながらトレーニングまで見てたんですよ、はいはい、それがすごい参考になったいや、すごかったです、本当にもうその通り次回この催しがあれば岩本まあまあ行くかもいや、これちょっと続けてほしいですけどね、岩本さんそうですね、はい、最新のタブレット買うあ、やっぱそこやっぱそこかで自前の持ち込むこれ見るからになんか4000円ぐらい前やろこれそんなことないですけど、ね、だってエッジが丸くなってるよこれ違う確かに確かにすごいやりやすかったですけど、ね、同じですか同じですかあ同じか同じや同じやはいということで里崎さんが勝利となりました、はい、ではこの後は1回戦の第2試合をお送りします皆さんはじめまして原宿 e スクランブル MC の真波美桜です世界が熱狂する e スポーツこの番組では話題の e スポーツの現場を取材して魅力や熱気を皆さんにご紹介したいと思います
初回放送は4月23日夜8時50分から BS1212 原宿 e スクランブル、ぜひ見てくださいね。それでは1回戦の第2試合を行っていきたいと思います。先攻が土屋さん、後攻が横川さんで行っていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、土屋さんがセーブを選択されてますけれども、チームのポイントはどんなところでしょうか。チームのポイント、はい、全ての選手を奪われていく歴史を持っているタイムですから。あれですよね、FA なかったら最強説。最強FA で出てった人だけでついにスターティングメンバー全部揃う。あ、そうなんですか。それぐらい今回出てっちゃったから、キャッチャーが、キャッチャーもうね、はい、3人目ですからね。3人目ですよ。細川も行ったわ、いろいろ行った、隅谷も行って、森も行って。そうか、だから果たして誰がいるのか、プロスペリーあれ誰やろ、プロスペリー搭載されてる岡田選手。そこが一番の注目ポイント。確かに誰か気になる。岡田じゃないですか。岡田ですかね、やっぱり。どうなるのか、はい、そういうところちょっと注目していきましょう。さあ、高校の横川さんはソフトバンクを選ばれてますが、ポイントはどんなところでしょうか。やっぱり強力打線、そして柳田選手、僕大好きな選手なので、まあ柳田選手に回せば間違いないんじゃないかというところですかね。すごい顔小さくて肩幅すごいから。すごいよ。漫画みたいな。あのオープニングで横川さん、あの筋肉邪魔になってプレーしにくいんじゃないかって話だったんですけど、いや今ちょっといじったんですけど、僕普段普通の iPhone でやってるんですよ。でこうやってこうやってるんですね。その閉まんないから。でこれをやるとこうはできないじゃないですか。でこうやるとすると脇が閉まんないんですよ。ほら、この後輩筋のせいで、だからどうやろうかなって。ほんまや、これ言ったでしょ。すごい、ほんまや。ちょっと鍛えすぎるとプロスに影響出る。なるほど。脇役とね、ちょっとこう不安定になりますよね。なります。固定できないです、もう。どうしよう。なんかやっぱ挟んだ方がいいですね。じゃあこうなんか挟んでやったパッと挟んで、脇締めるの大事なんですね。やりすぎは良くないですね、やっぱりね。お一人ずつ意気込みをお願いします。土屋さん、お願いします。2017年から私はプロスピやってますし、もう息子のプロスピとで2台持ちでやってるんです。一番の自慢はゴールド4枚引きで、その中で S が3枚出た。こんなことがあるのかと。ゴールド4枚で3ですよ。そういうことをやっているので、今日はね、ついにこのプロスピが仕事になるという、あ、そうなんですね。夢のような日がきをやってきました。今日のプレーの強さで幅広がっていくんですか、プロスピ。いや、そうかもしれない。いいですよ。だってもう睡眠時間僕は5時間って決めてましたから、スタミナが100、戻るまでに起きなきゃいけない。マジですか。それでやってきましたから、ついに今日は見せる時が来ました。待ってろ。ありがとうございます。で、横川さん、お願いします。そうですね、はい、まあしっかりと鍛えてきたんで、僕も昨日もベンチプレスめちゃくちゃやってきました。昨日めちゃくちゃベンチプレスやってて、もうすごい筋肉痛なんですよ。それがどういう感じで影響するのかなみたいな。筋肉痛で脇締まんないし。そう、結構影響します。結構影響します、筋トレは。ちょっとね、やっぱ筋肉あれば何でもできるっていうのをちょっと見せたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは始めていきたいと思います。1回戦第2試合、プレイボール。それでもそれだけやり込んだ腕前が楽しみですね。俺ね、あとね、ここでね、 お願いしますを言わない人嫌い。いや、ここのコミュニケーション必要よ。お互いね、仲間なんだからね。ここはね、行きたい。2回行っちゃったです。よし、源田選手から。さあ、源田。先発ピッチャー石川修太投手です。お二人は普段携帯ですよね。俺はね、 iPad Pro と iPhone 2台持ちで、両方息子の音やってるんで、両方。息子は週末しかやれないんで、僕は平日やる。携帯です、僕は。ガチガチ。意外と配球がボール球を使っていくんですね。おお。一番って真っ白なんですね。え、あ、そうです。シリーズ2、そうですね。ね、はい、そうです、そうです。真っ白なんです。で、今回から、ね、2023シリーズ1からパワーカーブの変化が変わったんで、ちょっと縦気味にね。そうなんですよ、結構強くなったんですよ、石川選手。私、衝撃の事実がありまして、はい、ライオンズのキャッチャー、はい、S がいませんでした。え、マジですか。はい、岡田選手だって A と B ですよ。その時点でまずスピリッツで、ね、デメリットがあるんですよ。そうです、それはだいぶ半ですね。そうなんですよ。
まあでもね、本当のライオンズはこういう気持ちなんだなって。いやー、もったいなかったな。誰さんの牧原です。頼むわ。まさかのエラー。マッキー、そうか。そや、バッターね、そう、山川選手とおかわり君、はい、やっぱいるんで、ライオンズ、うん、アーティストはね、やっぱいるんですよ。うわー、早い。ちゃんと盗塁の時にスイングするっていうね。さすが若林。まあ若林はね、あのプロスピ上では怪我してないんでね、使わせてもらいました。プロスピみたいに年間戦ってほしいな。いや、そうですね、若林選手みたいですね。そうなのよ。2ストライクか。うわ、早いな、こう見たら球。これ、これ高速フェードですか、やってたの。高速フェード、こっちです。普通ですよね。早く見える。ストライク投げてくんないですちゃんとしてるな。結構リアタイでボール配球珍しいですけどね。横川さんかなりやり込んでるっていう情報が。でも、リアタイ僕はでもリアタイも、まあ、ちょこちょこやってますけど、結構なんかぐっちゃぐちゃな配球するんで、勘でいっちゃってるんで。イベントとか結構やってはるって言ってましたからね。あ、イベント結構回ってますね。僕は結構プロスピで、まあ、もうだいぶ課金もさせていただいて、生活費が払えないっていうこともあります。いやいやいや、嘘でしょ。ありました。それで欲しい選手5万ぐらい課金して、欲しい選手出ないで、はい、すごい賢者モードみたいな。賢者モード確かに。いやいいな、配球が。あー、うめえ。配球いい。やっぱパワーカーブ強いですね。パワーカーブちゃうか。あ、パワーナックルカーブ。ナックルカーブさ。石川選手はナックルカーブ。はい、1回の表無失点で、はい。いやね、3年、4年前の山賊打線だった時代はね、データでいうとライオンズ強かったんですよ。いやー、そうですね。最近しょっぱいっすわ。厳しいな。ゲーム的にね。そう、昔の OB とかだから弱かったですよ、ライオンズ。現役は強かったから。最近ね、OB が強くなってきたから、コナミさんがね、バランス取ったから。ただね、セーブライオンズはちょっとピッチャーがね、あんまりこう、リアタイ向きのピッチャーがいないっていう有名なんですよ。だからね、もうこの同じ球種の種類違いでいくしかない。けども松本航選手は基本まだセーブの中では結構リアタイで一番強いピッチャーなんで。うおどういう球を好みなのかも分かんない。高弾道になりましたからね、2023シーズンは。そういうことか。なるほど。待つのね、待つタイプね。うわー、いいボール、いいボール、アウトコースボールにツーシーム。そうね、そういうことだね。僕はもう体力で筋肉で勝てない。頭脳でどういくかですから。頭脳派ですね。ボール、狭いな審判。おお、いいとこ掘る。いや、いい勝負やな、これ。喋ってくんないから、何を待ってるか分かんないから。ラズミがそんなに喋んないか。集中しちゃってます、もう。分かります、分かります。これは喋らした方が絶対。土屋さん、結構喋ってる方です。多分、YouTube 向いてるような喋り方しますよね。プロスピ YouTuber 向いてるぐらいの喋り。いや、そうですよ。もうぼやき作戦で行くしかない。まだアイス。来たら…これどうだ。ちょっと待って、投げた瞬間、これどうだ、やめてください。こう見てる、そんなもん自由。今俺、振る気なかったっ。あ、でも、これどうだって言われて、ビグと話しちゃった。やめてくださいよ。ノブさん方式っすよね。そうそうそう、たたやき選手ですよね。頭を使うんですよ。やめてくださいよ。作戦ですね。これどうだ。で、自分から喋らない。そう、斜めを使っていくのね。あ、で、そそる、あ、そる。おお、嫌なとこ作る。あ、こっちか、こっちっす。あ、真っ白なんですね。
AI が。いやよしよしよし、純粋なストレートじゃないんだ。そうなんですよ、ちょっとシュート気味なんですよね。相手真ん中来ないね。あーいやずるいな、今のずるい、今の嫉妬みたいな言い方でしたね今。そうよ。なるほど、いや今なんかちょっとっパターン、うわみたいなため息ついたから。近くにいるからこその技ですね。家同士だったらそれは無理だもん。なるほど、そのパターンか。それ藤川球さんと一緒のことしてませんか。これがな、横にずれるんだよ。ずれるからそれは打てないよ、打てない、もうそれは打てない。でこっちもなんだこれは。ちょっと早めに押したらいいんですか、どうですか、うん、早めに、うん、やばってきた、やばい、やばくなかった。やばくなかった、ずるいなこれ。どっち、どっち、まだまだまだ、ツーストライク、ツーストライク。はい、ツーストライク。感覚視野でストライクゾーンを見ようじゃん。いやこれ、これカーブ、ああ、どっかアーク行ったから真ん中にいた。なあ、ちょっとこんな試合見たことない。初めてね、こんな、なるほどなるほど、今まで数ある試合見てきましたけど、横も見てきました。よし、これなんですか、トークバトルですか、柳田さんに回せば間違いないから。いやこれはちょっと本当のやっぱ今年を担う人に変えよう。平選手だ、そうですね、なるほど、そうよ。いやこれはちょっと、これを先発使えなかったからさ、これをどう打ちたいか。うわぁ、やっちゃった。いやいやいや、けど、まあ本場のあやった。本場のあですね、本当だ。あんなにあー言い過ぎたら何が本当なのか分かんないですよ。何のゲームや。よし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 、いいよいいよ。けどこれね、多分一定勝負になってくるんで、この回大事。いやもう狙い4次戦の中村君が嫌なのよ、本当にもうね。どういうのが来んの、どういうのが来んの、こういうことか、こういうことですよ。こういうのを投げると、おー、打たない、これエグい、打たないパターン、このフォークエグい、打たないパターンだと、これはどうなの。ちょっと待って、ちょっと、いや、まあ、今どういうこと、どういうこと、どういうこと、あ、しまった、しまった。これ新たなプロスの戦いが見えてるわこれ。なるほどなるほど、うん、しまった、支え合えてるところじゃない、まっすぐ喋ってる。あっ、あっ、いや、あっ、そういうこと言ってるから、やばいやばい、そういうこと言ってるからですよ。チャンス、ワンアウト1・3塁です。結構珍しいですよ、ね、今のは久々に感じます。いやでもゲッツありますから、これ多分結構これドーピングバトル面白いし、いけるな、俺多分もう。おなんで反則じゃないです、はい、そうよ、勝手僕が一人ことしゃうってだけだ。ただこの普段の大会じゃこの距離感じゃないんで、席が、そう、普段はやっぱ離れてるんで、大会は。さあこういうことだと、こうなると、はいはいはい、フォーク以外全部いけるわ。フォーク以外全部いける、フォーク以外いけると、フォーク以外全部いける、そんなことないでしょ。じゃあフォークは投げられない。あいや分かる、超えてるの分かるわ。フォーク以外は無理。よしよしよし、はい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 、どうしようか。さあ決め球はフルカウント、フルカウントどうする。おっ、あっ、あっ、あっ、やばいやばいやばい、いやいや、まだまだまだ、そうだよね、今はストレートも熱いよね。しまったな、しまったな。いやー、あれがインコースやったら俺詰まってたんだよ、多分。アウトコースなんで流せちゃったんだよ。そうだ、しまった、そりゃそうだ。お母さん、1点先制。今のは違う。いや、わからん、1点じゃまだわからない。柳田の足だ。おー、シュート選手。佐々木さんも真剣な表情で見てますよ、これ。はい、今から配球見ちゃう。ね、そうですよね、なんかちょっと今相手分析しないけど。
キャッチャーが出てるくらい。これどうだ。いや、分からん。さすがです。さすがの足、さすがのシュート、さすがのシュート、内野安打出てたしで、出てました、ここで出てた、なるほど、なるほど、はいはいはい、大丈夫、大丈夫、いや、もうこのまま行きます、これは信じてる、回転して、いや、そうか、ないの、結構、お母さん、いやー、そう、お、ツーストライク、うわー、外野前進でしょ、危なかった、いやいや、ただ1点取られたらやっぱ足でやられたなあれ、3回次ラストラストです、ラストですよ、1点差です、1点差、川越でしょ、川越まである、ここはもうピッチャー出身、さらなって、うん、ここはなんとしてでも1点取らないと、ね、この表で終わりになります、はい、これがやる、いやこれがやる、いいボール、いいボールや、これコース2つ来た、次どうするの、そうなると、ほら、インコース攻めますね、インコースばっか来るってことはそろそろフォークをアウトコースに行かないな、行かない、なるほど、そうすると、あ、インコースだ、あ、待って、あ、待って、あ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 、インコースだ、ちょっと、カメラマン忙しい、カメラマン、もったいないことした、カメラマンが忙しい、これちょっと待って、もうマジで危ねえ、これセコすぎるわ、この2人2人とか横からさんがセコい、これ、いや、もう声出ちゃう、ちょっと待って、小賀がいいな、ここは代打でしょ、小賀がいいな、これ誰からしたこれは一応複数年で行ったな、いや、飛び跳ねてたもんしまったな、絶対打たなきゃいけないのだ、栗山選手、よしよしよし、どうなの、マジで、ストライクなんです、はい、嫌なとこ行くね、ボールからボールにストライク行って、ちょっ、いや、けどこれ、あれっすよ、全然、いやちょっと待って、ちょっと待って、あー、上位打線に帰ってきました、マコ、どこを使わない、あー、打ってもよかったな、今、今は流して、おぉー、スイート打ち、さあ、さあ、これガット、怪我をしてない若林、ピッチャー交代か、え、若林選手って右打ち、両打ちじゃなかったっけ、あ、違うんですか、モイネロの投手戻ってきてんの、帰ってきてますよ、中日だけ戻ってきて、代打いいじゃないですか、若林、いや、あ、大丈夫、あの、あ、けどもう3回なんです、はい、3回で終わりです、裏はありません、うわー、ナイスボール、おお、結構ガチな戦いになってる、これどこ、どこ、うわ、いやー、ライスボール、ライス、そこは張ってないと打たれへん、はい、おー、さあ、あ、うわ
怖い、これだけ、うわすげえ、しかも大変電気だった、思い出の、まずいな、そうか、負けてはなかったですよ、うん、いや、そう、古速な手を使ったことで結果騙されたんですよ、古速な手を、お互い様でしたよね、古速が古速最初始めたんで、まあ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 、はい、もうささやき戦術でしたからね。いや、土屋さんいかがでしたか。いや、ちょっと投手力の差を感じたな。まあ、確かにね、モイネロ選手がね、気にしちゃって、いや、ただやっぱあのね、失投のストレートをね、失敗したのが あそこを、はいはい、俺が変なインコースかって言って、あって言ったからインコースだと思ったそこのぼやきが失敗した。黙ってやれよかったわMC でも何でもないんだから勝ちに来たのにな。リスさんはどう見てましたか。いや、これはけどやっぱりお互いのこのあれでしょ、トークバトルでしょ、もう勝敗決めたのは多分お互い黙ってやってたら、まあね、それもそれで面白かったんですけど、はい、けどまあ僕見応えあったと思いますよ、この試合は。かなり、はい、こういう試合もありですね。いや、面白い、面白い、トークバトルの試合、面白い、はい、あんまり見ないんで、こういうのリアタイとかの大会では。さあ、でもこの佐々木戦術を使った2人が次どういう試合をするのかっていうのをそうです、ね、楽しみにしていただければ、ね、はい、まだありますもんね、辻谷さんもね、辻谷さんもまだありますよ、はい、この順位決定戦あります、はい、もう次は支えかなくても勝ちそうまかったですよ、ピッチング両さん、はい、はい、ということでこの後は順位決定戦をお送りします。感動も興奮も涙もパ・リーグには心を動かすドラマがある。パ・リーグ戦年間55試合無料生中継 PS12 プロスピエースでプロ野球を味わい尽くせ、プロ野球スピリッツエース。現役選手や OB 選手など600名以上の選手が登場。スカウトで選手を集めて自分だけのオーダーを作り上げよう。コンピューターを相手に日本一を目指す V ロードや、さまざまなイベントに参加してオーダーを強化しよう。さらにリアルタイム対戦の機能も充実。プロ野球スピリッツエース。コナミ。さあ、ここまで決勝に勝ち進んだのが岩本さんに勝利した里崎さんと土屋さんに勝利した横川さんなんですが、まずは決勝の前に順位決定戦を行いたいと思います、はい、惜しくも敗れてしまいました岩本さん対土屋さんです。よし、よろしくお願いします。優しいね、なんか順位決定戦って言い方が優しい。優しいですね、うん、ちょっと、まあ、言い方がビリ決定戦だよ。そういうことですよ。ありがとうございます。助かりました。本当に誰が一番下手くそなんだっていう話、まあ、なんか一生はねしたいところだと思いますので。そうですよ、はい、意気込みをじゃあ岩本さん、はい、お願いします。いや、もう伸びしろがどんだけあるかのチームやから。さっきの戦い、あの僕の前の試合見てると、反対ブロック見てると、これあるやんか得意な、あれあれあれ、岩本さんが得意な、行く行く行く、そうですよ、うん、最高の武器を僕はもう見つけよう。あー強いですよ、あー強い、強いですね、あ、兄濁点。あさあ、じゃあどんな戦いになるか、では土屋さん意気込みお願いします。僕はもう里崎チャンネルを見させていただくと、やっぱライオンズファンからするとやっぱあのドラフトの評価のやつがもう何回見ても楽しいので、やっぱ高いんでね。そうなんだ、ライオンズは。そのためにも今日はね、一応形的には勝たなきゃいけない、はい、ただ岩本さんにも花を手向けたいので一応ヨザーでいきます、はい、南東型でね、はい、余裕で勝つって言ってたやん。いやいや、もう、いやもう勝ちますからみたいな、いや、あってごまかすって言ってましたけど、実際5割ぐらいあの球でしたからこれじゃね、騙されない気がするんですよね。ほとんどあだから、うん、そう思ってますよ。なるほど、はい、結構腹口やな。そうですね、行っちゃう、行っちゃう、いろんな技持ってっから。リクさん、どんなとこをこう注目してみますか。もうそれこれでしょ。はい、そう、いいね、それがね、ちょっとどうなるか。そうですね、お互い AM ラジオに慣れてますから。そう、AM ラジオ、AM ラジオ、AM ラジオ、うん、いろんな建物間入っていくから、AM電波はいろんなとこ入ってますさあ、それでは試合始めていきましょう。では、順位決定戦
プレイボール。お願いします。お願いします。お願いします。言わな、大嫌いと言われる。お願いします。よろしくお願いします。コミュニケーションだけ。重要重要。重要ですよ。人と人がやっております。キャッチャーだけ苦しいですね、ライブ。そうなんですよ。今日なんか僕あの次で行きたいんで B ランクです。次は B しかないです。ライオンズもすぐキャッチャー出してあげなきゃいけないですね。そうですね。そうですね。キャッチャーすぐ出るかもわかんないです。本当森に。いやけど当然一応使えるっちゃ使えるじゃないですか。あ、まあ、あの大会以外に。あ、まあ普通のオフラインの大会も使える。うん、あ、オンライン。はい。ようバット出てるぞマンチュ。山本さん先行です。あ、しまった。しまった。焦る。その声焦るな。うん、それでもなんか行けへんだ。おーしゃい。おお。惜しい。すごいね、やっぱバレる。あれ？惜しいな。急に球速くなってんな。結構速く感じます。速かった。これ今回ね、カモンアルカンターラ、カンキューついてるから。このマッチの、ね、変化球が速く見えたり、遠く見えたりしますよね。それがね、ちょっと試したいと、うん、で伊藤正選手も強くなる。なんとなくプロスピでね、やっぱ制球がいい人にもやっぱね、あの魅力をね、伝えたいので、やっぱり一段で抑えたいです、ね、ショートフライか、はい、いやなんか余裕ぶっこいて喋りながらやられてんな、これ。使える選手が増えるかもわかんないですね。確かに、特能次第では、はい、外角もちょっと、俺の打席にもみんな集中してくれよ。ね、エスコンフィールドの、あの開幕、危なかった。ボールの前で振ってた今、今本さん、あれ遅れてんな、遅れてんな、遅れてんな。やっぱね、スローボールをどうやって投げるかだから。早い球どうやろう、分かってんねん。バレた、バレた、アウト。そういう攻撃ありか。ちょっと待って、今めっちゃおもろかった。この回無得点です。実際やっぱキャッチャー喋ってるんですか。これ喋ってない、喋ってない、喋ってないですか。次はスローボールだよみたいな、そういうみたいな言わないさ。打席入る前とかちょっとやっぱこう、それは挨拶、挨拶、挨拶か。源田壮介ね、骨折してないですか。壮介は出てますよ。よし、さあ侍同士の対決ですよ。結構打ちにくいですよ。で、岩本さん、ここが見せどころですよね。見せどころですよ。見せどころジャパンですからね。ジャパン、ジャパンでも無失点ですから。ヒアンダーゼロ。はーい、うわー、遅れって言うのやめてもらっていいですか。言う、どこで投げたの。あー、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 わかんない。スピードが違うのか。スローカーブの失投って何言えるね。あっ、わかんなくなってる、分かんなくなって、ど真ん中のストレート。そう、緩急、今本当は僕がああいうとこやってるんです。あー、ど真ん中の緩急やられた。よし、待った、誰だ、分かるでしょ。足速いからな、うん、あ、何や、あ、あ、うっ、はい。今日やっぱ半分以上いいとこ、いいとこに嫉妬だな。俺全然タイミングが、おー、じゃあじゃあ、あるから助かるな。うん、うわ、沈んだか、おい、沈んだか、おい。一球インサイドを見せようかと。見せよう、インサイドを見せると、うん、見せかけて、うん、見せますよ。おお、スペースからのインサイドで勝負と。一球教えてくれてるじゃん。そうそうそう、詰まっちゃう、詰まっちゃう、詰まっちゃう。意外と嫉妬しなくなりました。確かに確かに、ずっと真ん中に、真ん中に構えてたと思ったら、小山さん慣れましたよ。やばいやばい、うわ、全然、これはあるよ、一発、一発、一発ある、一発ある、もうあれ、一発あるバッターにはこう、この球が決まってますよ。ブーイシュー、ブーイシュー、そう、どうするか、これなら、これ投げれるかな、投げれるかな、うん、あー、おー、ナイスボー。ここに飛び込んでくると思えへんやろな。あれ、あれ、アキチャミ、あーい、あれ、これ、これ、高額出てる。いやー、しまった、惜しい。皆さん、ゆるい腕見てください、ゆるい腕、ゆるい腕、ゆるい腕、やばいやばい、色の白いゆるい腕見てください。意外と打てなかった、やべ、連打したら押しちゃった、投げたくない球投げちゃったよ。あ、全然違うと思って。ストレート、
直球ボヨーン。あれ？うわうわよし、よくボール見て、よくボール見て、松郷、よく見て。松郷のボール今50センチぐらい離れてましたよ。今日視力測って裸眼で 1.5 だったんですよ。51歳の右目 1.5、左目 1.2 やった。すごいなと思って。あれ、よし、よく引きつけて、よく引きつけて、よく引きつけて、これぐらいしか、これのこのそろそろスピードないできたから、ほらほらほら、おー来ちゃった。おー、神川端、バット折れてサードの頭かも。勝ってはないですけど、感覚的にはなんか子供に打たせてあげたい気持ち。こういうのですか、こういうのだったらどうですか。これをほらほら、俺の攻撃時間短いよ。めちゃめちゃ短かったっすね、ちょっと今、ピッチクロックやってるんですか。そうね、時代を、時間ちょっと早くない、時代秒数を、時代でね、すげえ高い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 、もうまさかの、まさか高めのカーブから入る、高めのカーブから入る、あー、違うよー。かかるでしょ。かかる、風が、千葉の風が、そうそうそう、もう一発高めのカーブから入る、もう一発高めのカーブ、いくよ、ほら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 、いや、いい勝負してるな。しまった。いや、いい勝負、いい勝負。あれ、じゃあこれね、球種言った方がいいわ。アップルパンチ、いくよ、インサイドのストレート、いくよ、インサイドのストレート、インサイド、本当に来た。いや、ってことは3回に1回違うぞ。そう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 、じゃあそういうことか。いくよ、アウトコースにも、いくよ、アウトコースにも、すごいの。もう、騙された。うん、でも打たなきゃいけないから、うん、なんかこれプロスピアウトコース打たれるっていうのに、うん、投げたよ。惜しい。もう切り切り前させよう、切り切り前、あい、うわ、あ、惜しい。やってもうた、コース決めなかった。なあ、どうなんだかっすよ。やばいやばい、喋りありや、なんだ、喋りあり、喋りあり、考えすぎて聞かないほうがいいんだな。じゃあもうプロスピはここに投げろって言ったもんな。うん、おい、えいえいえい、おお。そういうの、はい、迷ってきちゃったな。はい、あれ、はい、はい。すごいよ。ちょっと嫉妬が来た時はチャンスになる。ああ、全然だ、ヒンダだ。めちゃめちゃいい勝負ですね。ゼロなんだったよ、お互い。何か起きそう、何か起きそうですね、これ。餃子攻略、うん、今川優馬、よし、ビッグスイングにかけるぞ、ビッグスイングにかけるぞ、ビッグスイングに、ビッグスイングに、ビッグスイングにかける。おい。これ延長あるんですか。タイブレーカー、タイブレーカー、うっさみ、うっさみ、嫁はんべっぴん。しまった。いやいやいや、なナイスボールっすよ。ヒットが出ないですね。いや、渋い試合だったな。いや、やっぱこう、なんですかね、お互いやっぱりこう、まあ、嫉妬がね、まあもうちょっと今減ってきたって、減ってきたってのもあるし、こう、岩本さんもこう、嫉妬ながらいいところ投げてるんで、あー、攻撃短いな、おい。しかも、俺と違うとか、口数も少なかったの、今。さよならな、さよならあります、これ言ってるさよならなんで、嫉妬が命取りになる可能性あるんで。よし、台湾の顔がレディ、ピッチャー交代どうやるんでしたっけ、作戦。作戦です、はい、作戦して、はい、投手交代、はい、選手交代、伊藤博美、さあ誰に変えるか。あれ、先に多分控えの選手をしたらいいと思います。控えの選手ね。あ、そうです、こういうことで、はい、よし、誰に携帯ショップのパスタ。ありがとうございます。よし、北山でいきます。それで作戦終了です、右下。北山教授。もう北山投手はどうなんですか。北山投手は、そうですね、まあ、そのストレートがいいんで、はい、もう多分そこで抑える形になりますから、ツーシームとかその打ちにくい球ってのは特にないんですけど、はい、結構ストレート押しされると嫌なピッチャーなんで、ね、あ、重い、お、あ、
いやけどあれホームランにしたかったっすね。すごい初ヒット出ました。ノーアウト、ノーアウトランナー一塁。ゲツとちゃう。やってもだから。あーおお、盗塁してる、盗塁してる。走った。盗塁された宇佐美選手。いや迷った今どっちか。いやけど良かったじゃないですか、結果的には。スローパールなるより。よく走ってきたな。いやこれ普通に進塁最低限。おお。もうだもういろんな、いろんな邪念が、邪念が難しいですからリアタイ。引っ張りたかった、引っ張りたかった、引っ張りたかったな。いやでもここね、つげで、つげで、つげで打つ方が今後のライオンズのために。ここがいい、ここがいい。うん、まあそこだな。まあまあじゃあ栗山選。あやっぱり、まあ、ここはまあ普通にそれを見ていきたいと思います。はい、代打栗山選手。あ、じゃあ僕は教授に託しますね。教授って言われてるんですか、北山先生。はい、めっちゃ勉強熱心で。へえ。こっちは、おお、教授よスリーボール。あーい。おお。あ、やったな。俺やったわ。いやー。やった。あれでよかった。さあ次誰？じゃあ源田だ。おお。源田壮亮。めっちゃ痛いところでやったっけな。あ、もうタイムがない。ないということ。はい、秒数が。そう、秒数決まってるんですよ、タイム。変えられない。技術でいきます。お、上がってきたよ。ゴロジオ、ゴロジオ。なるほどね、そういうことか。ゴロジオ、ゴロジオ。さよならですからね。ゴロジオ。いやあ、追い込まれた。セカンドゴロ。いやあ、ちょうどいた。あ、からの、いやあ、センター方向。もうここ暑いなあ、ツーアウト1塁3塁だ。さあ、さあ、さあ、1分しかないからね、時間も。いや、あ、そうですね、これ。あ、そういうことか。はい、これも、この1分過ぎたらこの回で終わりです。だったらなんか内容って言いましょう、ポイント。はい、この回で終わったら、土屋さんの勝ちになります。ほとんどそうですよ。ポイントがヒット1本。ちょっとストライクゾーンで勝負した方がいいかもしれないです。やったな。あー、うわー、勝つった。いや今、今のセコイまた。よし、延長。いや、タイブレーク、タイブレーク。あ、タイブレークか、そうか、そうか。じゃあ延長入ります。ランナー、ランナー2塁からか。1、2塁ですね。そうか、あれは粘ってれば終わってたの。そうです。あ、そうか、あ、なるほど。そうか、全部で終わりだと思ったな。いやけど、まあ、ストライクゾーンで勝負してみてたもんね。なかなかカットは難しいですよ。マンチュー決めちゃうよ、マンチュー。マンチュー、一振りいくよ、一振り。おお。で、なんか、パーなりそう。取った。アルカンタラ。うわ、大ピン、え、超大ピンチ。マジっすか。すごい、やばい。違う、違う。カーソルが。おお、危ない。今の超ちっちゃい。振ってもうた、振ってもうた。誰も手離してないのに。はっ、勝負だ。あれ、カンタラ。
松郷がもう松郷期待してるよ。引っ張る。わあ惜しい。全然カーブが合ってないな。ちょっと試しに真ん中投げてみてください。試しに岩本が出るかどうか。岩本が出るかどうか。ガーッ真ん中来たのに。真ん中投げましたよ。いや、来てくれると思ってた。いや、ちょっとこう逆にこっちが力んでおった。なるほど、なるほど。ああさあこれはもう超いい打順、うん、これこのまま引きえこの回で終了。そうです、はい、ポイントではもう岩本負けがほぼ決定、はい、どうしよう。ただゼロで終わることがやっぱ大事なんで、はい、あじゃあもうこれ打てるかどうか。俺真ん中あれ終了です。さすがにさすがに真ん中シットは初級で決まりました。はい、はい、ということで順位決定戦は土屋さんの勝利です。時間を取ってしまって申し訳ない。いやおめでとうございます。土屋さんいかがでしたか。いやいや楽しい投稿ができちゃった。すいません泥仕合を見せて。いや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 、まあ、でも楽しかった。面白かったです。そうなんですよ、途中から嫉妬が減ってきた。本当にあが本当に騙されて。あ重要です。重要でした、ね、重要です。兄抱くてあめっちゃ重要。あれ使えるわ今度は。さあ山本さんはどうでしたか。あのもうのめり込みそう、うん、あの気になっててプロスピの僕監督もやらせてもらってたんで、うんはい、もう頭の中に入ってるんですけどプレイヤーとしてものめり込みそう。すごい楽しい。これから増えてほしいですからね。いやそうなんですよ、はい、さあ VIP さんこの順位決定戦は。いやけど本当に楽しくてもうちょっとこう、まあ、土屋さんもそうですけどちょっとリアタイをメインでちょっとこれからやってもらって。いやそうなんですよ、ね、次お会いするときはもっとなんかこうバコバコ打てるように。やっぱリアタイを経験を積まなきゃいけない、ね、そうなんですよ。やっぱりやることが大事なんで、ね、ちょっとこう1日1、2試合とかでやるだけでもうだいぶ変わってくるんで、はい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 、ちょっと見たいと思います。はい、はいはいはい、ということで、順位は決定しました。さあこの後決勝戦をお送りします。皆さんはじめまして、原宿Eスクランブル MC の真波美桜です。世界が熱狂する e スポーツ、この番組では話題の e スポーツの現場を取材して魅力や熱気を皆さんにご紹介したいと思います。初回放送は4月23日夜8時50分から BS1212 原宿 e スクランブル、ぜひ見てくださいね。さあいよいよ決勝戦です。さあ勝ち上がったのは佐藤さんと横川さんになりましたけれども、うんはいはい、さあもうなんか佐藤さんがさっきからほぼ喋らないぐらいなんか集中してるんですよ。現役モード入ってる。集中してますか。はい、でももうね、横川さんソフトバンクですけど、やっぱリアルがね、あの開幕3連敗してるんで、はい、これプロスピだけではね。勝たないといけない。そうですね、はい、うん、横川さんいかがでしょうか。そうですね、ちょっとこれ勝って優勝したらちょっと今シーズンぜひプロスピで横川直隆をパワー S で実装してください。確かにパワー S ですね。パワー S で、 でも所属球団ないですね。そうですね、ユニフォームがね、うん、着れない問題が出てくるから、イベントあるんですか。あワンチャンね、あイベントでトレーニングとかの、ね、やつがあって。え、それか、あのなんかプロスピの秘書で登場とか。あ、秘書いいじゃないですか。新発秘書いいですね。うん、なんか強そう。選びそうですよね。ちょっとこう筋肉が好きな。プレゼントでプロテインとかあげたら。プロテインあげたら好感度上がっていってね。あ、面白いですね。さあ、ビップさん、どんな戦いになりそうですか。いやー、これちょっとね、まあやっぱ佐々木さんと、まあ、横川さんのプレーさっき見たんですけど、まあ、その佐々木さんがね普段まあやられてるってのはちょっと有利な部分あるかもしれないんですけど、はい、やっぱりこう一発勝負なんて分かんないんですよね、うん、だからちょっとそこはちょっと楽しみですね。はい、さあ佐藤さんでは先発はどなたでいきますか。先発投手は石川で。おー、ガチや。対する横川さんは、石川選手で。おお、石川対石川勝負。いや確かに確かに、まあ、ソフトバンク、はい、石川選手強いですから、はい、はい、さあではどんな戦いになるでしょうか。では決勝戦プレイボール。これも真剣な勝負ですね。2人とも実は本当は喋れない方ですよね。いやーこれちょっと多分お互いガチな感じが見えますね。ガチでですね。さあまず先行佐藤さんです。おー
おー、ナイス。二人ともほぼ真下向いてますね。これね、多分僕らが頑張らないといけないですよ、これ。そうですね。確かに会話、はい、ちょっと喋りかけていいのかも分かんないですよね。そうなんですよ、ガチやから。今回はあっとかやらなそうですからね。いや、そうですね。ツーボール、ツーストライク、追い込まれてます。うわー、ガチや、ガチやもう。ガチですね。ちょっと、ガチじゃない。さあ、荻野選手、いやなんで？いやいや、これはこれで面白いですよね。あんとか言って勝ってたらなんか怒られそうなって見てる人に。いやいやいや、あいつ行けって。もう決勝でも真剣勝負ですね。いや、そうですね。いや、今日なんかほんまに普通になんかあのスピちゃんとかの大会見てるぐらいの感じしますよ。見応えたっぷりですね。見応え、うん、お互いガチな感じが伝わってくるんで。さあ、ツーボール。うわあ、いいよ、坊ちゃん、いいよ。ただ、ただこれはあれ、スピアスがなかったですね。スピア、これはついですね。そうですと。得の全然出ないですね。山口選手。広角打法持ってるんで、はい、本当は出てほしかったけど。今シーズンはめちゃくちゃ期待されてる選手ですからね。これ今、どうなんですか、今の成績は。ちょっと開幕ね、なかなか打てなくて、ね、はい、あ、まあ、まだ3試合ですか。え、3試合、3試合です。3試合ですね。見せたいところですね、この山口選手。うん、おお、ストライク、ストライクなの、追い込んだ。いやー、いいボール、いいボール、いいボール。おお、見ますね。さあ、フルカウント。いや、ボール球。これね、あの、多分佐々木さん、盗塁をしましたよね、今。はいはい、なんかやっぱ盗塁を押すと、ちょっとこうね、ボール球もね、手出してしまうんですよ。ちょっと焦っちゃうんですよ。緊張感あるな。いや、ありますね、これ。さっきの何だったの。いや、まさに、本当それ。うん、横川さんの配球どうですか。いや、めちゃめちゃいいですね。あんまりやっぱ高めとか、真ん中高めとかの配球ってリアタイあんま見ないんで、はい、佐々木さんもちょっとやっぱ戸惑ってる部分が見えますよ。慣れてない感じですね。うん。でもここ佐藤さん本職ですから、配球に関しては。いや、難しいです。見逃してる、うん、これ手出さないのは。あっ、あっ。いや、これ佐藤さんも言わない、言わない、うん、言わないからね、嫉妬しても。ガチやわ。いやー、もう、うわー、フルカウント。完全にリアタイやってる人の攻め方やもんな。うわー、ナイスボール。進化、進化、進化、ストレートね。いや、うん、右バッターに対しての石川選手の攻め方が結構難しい。だけど普段やっぱリハタイムやってない人は、はい、こういう投手多分打ち慣れてないと思うんで、こんなずっと進化投げてくるって、はい、ね、やっぱリアタイやってないと対戦ゲームないんで、うん、いや難しい。いやー、そうか。いや、これをけどね、打ち崩したらセンスあるんですよ、本当に。そうか、うん、初見で石川選手打てたら、しかも2種類。そうなんですよ、小さい方と大きい方あるんで、しかも高速進化と普通進化、かなり打ちにくいピッチャーになってるんですね。めちゃめちゃ、はい。うわ、これもね、いや、これね、もう本当にリアタイやってる人は当たり前の配球やけど、いやー、いやー、ガチや、ガチの配球。これはきつい。さあ、この回お互い、ラベンロッテの監督やってませんか。確かに、はい、そうですね、ずっと見てますもん、はい、見てるんでね、ライク君とかの配球を、うん、意外と見えてるな、これは。3イニング目、
ヘッドフライ。アウトだ。はい、国も全然出へんな、こいつら。センキューバーとか誰、安田選手。ちょっとそこ対応してきましたね、そこの球。トレーニングだ。これで結構系統が大事ですよ。いやちょっとね、あ、大丈夫か、どうぞ。あ、藤原選手広角で、あ、プレーいやーで、ちょっと広角ないんですよ、うんうん、さあ誰か、誰行くか、ストレートがあるんですよ。じゃあ僕もね、ちょっと言わなかったんですよ、あえて、はい、さあ当たれちゃいますもんね、ヒントをね。で結構横方向もね、2種類あってちょっと 見分けにくいんですよね。さすが藤原、あ、佐藤さん先生、藤原兄弟、いやーマジか。え、これ佐々木さん先攻でしたっけ。はい、そうです、先攻です。これ守備位置大事、まあけどこれは超えてたかな。いやー、うん、ワンナウト2、3塁か。代打の代打、あ、じゃあ代打違う、代打、また代打。わー、角倉選手、あと何回いけ。ゲームですけど、角倉選手追い込まれたらノーステップなんですよ。すごい、今足上げてますけど、はい、追い込まれたら本当にリアルに再現してるんですね。いやー、そうやった。これ多分ノーステップ低くなった。低くなった。モノマネするとき大体このね、低いのをマネしますから。そうそうそう、ノーステップ。本当だ、低い。これ結構知らない人多いんですよ、これ多分。今のもうちょいね、タイミング良かったホームランでしたね。あー、ライスボール、ストレート、ナイスストレート。あー、いい音。あー、そうか。え、ランナー誰でしょ。ランナー、高部です。あ、高部選手か。あー、2点目帰ってくるわ、それは。最低限、最低限。これ2点なんで全然、はい、まだまだありますね、思ったやつ。それでも時間もある、終わらせる。いや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 よしよしよし、こっからこっから、何があるか分かんないから、うん、確かに。佐々木さん、嫉妬も来ますからね、たまに。あ、そうそう、嫉妬をちゃんと捉えないといけないですよ。似てるなら、はい、よしよしよし。選手の後輩並びにシートの変更を知らせ、柳田選手から。いやー、
いやなんかもう分かっててもなんか見て打ちづらい。ベナルマス選手、いや、難しいっすよ。むずい、うん、オーラ戦うわうわ、イラストレートの使い方が、早くもツーアウト、うん、この中村選手のフォームとかももう独特ですよね。いや、そうですね似てるっすよね、うん、いやマジでロングスリーからマジでうわー、キャッチャーいいね、キャッチャーの配球がさあラストイニング、おー落ちる、バババ初球ヒット、いやさすがやな、来たよ、徳野来た、徳野来た、攻撃します、お、分かった、モイネロ、うわー、徳野出た、いや早かった、モイネロ投手もやっぱゲーム上でもいいですか。そうですね、ただランナーをセカンドに背負った時に出る特殊能力っていうのがあるんですよ、はい、超大ピンチって、うん、それが出たらまたさらに強くなるって感じですね、まあ、普通に強いんですけど、はい、ランナーを背負うとさらに強くなるんですよ。じゃあランナー2塁とかに行った方が、はい、の方が力発揮します、詰まったか、いや山口何も出ない山口出ないですね、出ない、ストレート速いんだよね、うん、あ、やばい、いや、振っちゃった、おお、戻った、よう戻った、さすが多いな、ツーアウト、いや、すごい、いや、すごい、笑いそう、いい、いい、いい、めっちゃいいな、リズム、いいリズムですよ、よしよしよし、最終回ここから、うん、2点ですから、いやそうですね、シンカーなんだな、もう絶対シンカーなんだな、え、そうそう、基本シンカーの組み立てで、たまに来るストレートはケアしたら打てます、いや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 ね、俺配球がね、これプロの配球してるんですよ、もうプロの監督してたからプロの配球、僕のシュートさん詰まって、いやあえ、待って、これやばい、これやばい、あのワード、ちょっと代打のキーナーを、うん、完全試合、あ、そうか、ヒットまだ出てないでしたっけ、うん、そうだ、 あ、どうしよう、ね、おー、ダブラ選手いいっすね、うん、さあ、勝負だ、いやー、広角出てないバッターにアウトコースを攻めるっていうね、うわっ、うん、いやらしいっすね、
いやーナイスゲーナイスゲーイエーイちょっと最後ヒットかと思いましたけどね。いや確かに、さあ決勝戦佐藤さん勝利でーす。いやーナイスゲー、いやいい試合でしたね。みつさんよかったですね本当に。さあ勝った佐藤さんいかがでしたか。やっぱりあの伊達にスピリーグの監督やってないなって。いやー石川の使い方は熟知してるって。もう配球とかもさすがでしたよね。いやそうですね、もう本当にあのプロがやるような配球してたんで、いやまあこれは打ち崩すんなかなかね、やっぱ普段やってないと無理やろなっていう感じはありましたけど、はい、まあ、惜しかったですけどね、あともうちょい、さあ横川さんはいかがでしたか。いや悔しいです、悔しいけど、ね、まだなんか今日初めてちゃんとした試合したなみたいな、はいはい、このまま終わらなくてよかったです、ちゃんとした試合見せれました、ね、はい、まあ、でも1回戦もね、なんかすごい独特な試合が行われていやあれはあれで面白かったですけど、ね、そうですね、はい、ね、で決勝はもうガチな、もう無言の戦いっていう、ね、 いい試合が見られました。さあ決勝戦は佐藤さんが勝利ということですので、この後のスペシャルマッチは、はい、リップさん対里崎さん。これね意外と初対戦なんですよね。多分そう初対戦なんですよ。ないですよ、やったことないです、だからねちょっとこれはね楽しい、めっちゃ楽しみです、はいはい、はい。さあではこの後スペシャルマッチお送りします。パリーグファンの皆さん、お金かけずに試合見ませんか。パリーグ戦年間55試合無料生中継 PS12。プロスピエースでプロ野球を味わい尽くせ、プロ野球スピリッツエース。現役選手や OB 選手など600名以上の選手が登場。スカウトで選手を集めて自分だけのオーダーを作り上げよう。コンピューターを相手に日本一を目指す V ロードや、さまざまなイベントに参加してオーダーを強化しよう。さらにリアルタイム対戦の機能も充実。プロ野球プリッツエース。コナミ。それではいよいよスペシャルマッチをお送りしていきます。勝ち上がったのは岩本さんと横川さんに勝利した里崎さん、そしてスペシャルマッチとして VIP さんと対戦していただきます。でお二人一言ずつ意気込みをお願いします。佐藤さん、まあ、そうですね、今2冠を押すからね一冠の VIP さんに負けるわけですもう2冠ですか、はい、これがね、おびちゃんと今日のプロスピーね、そうですね、 BS12 杯、はい、チャンピオンだから、はい、パリーゴ、はい、パリーゴ、はい。さあじゃあビップさんいかがですか。いやー、まあ、いくらハンデがあると言っても負けるわけないです、はい、絶対、まあ、今このね一試合佐々木さんに見させてもらいましたけども、まあ、勝てるなっていうふうに思ったんで、お、まあ、おそらく僕裏なんて5点コールドでしょうね。うすげえ。さあどうなんでしょうかね一貫なのに言いますよ一貫でもその一貫の重みが違いますから確かに日本一ですからね。そうですよ、何十万人、僕も日本一ですよ OB の中で。いや8人ですよ。え何人でしたっけあれ、はい、何人との戦いでしたっけあの OB の時。あれだから12人ですよ。あ12人、12人の1、僕16万分の1ぐらいなんで。それすごいですね。確かに、いやだって僕だって今年中四国大会出てるんですよ。4000円ですよ。4000円、全然すごくないです4000円。いやすごいけど、すごいけど、あのまあすごいんですけど、うんうん、まあ、そんな多分声張って言えるもんじゃないですか。そうですよね4000位は、まあ多分格としてはもう完全にプロスピに関してはビップさんですから、はい、楽しみにねしたいと思います。いやちょっと楽しみですね、まあ、ちょっと重いかどうかやってみたら分かるっすよね。まあまあまあそうですね、はい、そしてボディービル日本一の横川さんは、はい、どんなところ楽しみにしてますか。そうですね、なんかビップさんのプレーが生で見れるっていうのが今日楽しみですね。ではい、里崎さん僕対戦してめっちゃ強かったんで、ちょっとどうなるのかね、ハンデもあるんですもんね。そうですね、はい、そう結構ねハンデがあるんですよ。まあまあけど関係ないです、大丈夫です。あ本当ですか、はい、そんなことを言い訳に僕はしないです。はい、さあじゃあ改めてスペシャルマッチのルール説明します。今回はコナミさんの全面協力のもと、佐藤さんには極みの選手を使用していただきます、はい、VIP さんには佐藤さんと同じロッテの球団で戦っていただきます、うん、はい、さらにハンデとして使用する選手がレベル50特訓マックス、うん、特殊能力マックスの選手で行ってもらいます、はい、なお試合ではスピリッツは一律、これ一律じゃないんですよ。一律じゃないんですね。だからスピ負けするんでさらに能力下がるんですよ。おそういうことですか、はい、でもあれなんですよねごめんなさい、でもあれなんですよ、ね、もないです、もないです、はいはい、ハンデは気にしないということですから、はいはい、さあそれではお二人準備はいいですか。はい、はい、では参りましょう。スペシャルマッチプレイボール。よし、
僕はもう石川ですね。ヨガさんにも通用したんで、ビッグさんに通用するかね。あーそうですね、はい、ビッグさんは、はい、元前、元前、はい、ちょっと読み方があんまりわからなかったな。始まります。さあ行きます。え、これちょっと待って、変化量マイナス1になってるやん。2人ともロッテだからちょっとどっちがどっちかっていうのがありますが、やめて、今先行が佐渡さんです。バッターボックスは岡選手です。よいしょー、よし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 、詰まるね。1人目打ち取りました。詰まるね。さあ続いて、いや最悪やもう。ちょっと待って、これタップが違う、違う、違うんですよ、これね、端末が、ね、違うとね、タップのタイミングが、違うんだ、そう、タップのタイミングが違うんですよ、これ。佐藤さん、嫉妬を見逃しませんでしたね。さあ、ワンアウト、二塁ですよ。よし、ボールだ、よし、でかい、でかすぎる、でかすぎる、いや、待って、いいよ、山口、いいよ、ずるい、今日は特の全開出てるよ。いや、それはそれ山口が飛び越えていった。抜けました。でもナイスジャンプだったね。いや、今の取れたでしょ、これ。無理。見てください、見てください、見てください、これ、レフト。あー、無理ですね。全然無理。よく頑張った、大きいのよく頑張った。大きいのよく頑張った。さあ、佐藤さん先生です。まあまあ、1点ぐらいね。うわ、ここで6点と終わらせて、早めに決着する、早めに決着みたいな。どうですよ、佐藤さんはビッグさんが打ち崩すとこ見たいですよ。オッケー、それで、え、ちょっと待って、大変下がるわ。え、ちょっと待って、ヒート見てこれ、すっごい、うわ、これ打てる、いや、やばい、くぅー、見逃してる今の。うわ、マジか。いや、これいける、いや、いいとこ掘るわ。プロの配球ですからね。いや、もう本当に。まあ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 まだね、まだまあ1回なんで、まだまだ、はい、あと2人がいる、そうですね、分かってても打てないんだよな、いやー、何なんだろう、よし、よし、いやー、集まってんの、よし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 、ここまで結構打率のいい高部選手じゃないですか。そうですね、そう、やっぱりさすが高部、さすが高部、変えようか、変えよう、お、ピッチャー交代、はい、
いや、来た登場投手よし、ということでいやー、全然楽しかったな。出ないからもう松川で行こう。よし、これ振るでしょ、佐藤さん。よしよしよし、タイミング、よし、ちょっと見ていきますよ。わー、変えるか。それは振りますよ。変えるか、きっちり。どうだろう、どうだ、タイミング、よし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 、まだまだいける、でかい。イエーイ、ナイス流し打ち。マジか、さすが藤原。2点目ちょっと待って、2点はね予想外。え、嘘、スビッチさん頑張ってください。引きつけてね。いや、これね、俺も負けたら一生言われるんですよ、多分。絶対負けれないんですよ。いいよ、さあ、ヒロミナイツ。ちょっと待って、本番集中しよう、これ。これ絶対、はい、裏、裏頑張ってください。 裏なんで。さあ、ピッチャー交代ですか。守備です、守備。あ、守備か、守備交代。はい、選手の交代をお知らせいたします。よし、交代出た、本当に出たけど。ちゃんと広角出たらインコース攻めてくるの、やっぱ分かってますね。うわ、ストライク。ちょっとマジか。マジで。いや、これは、ちょっと待って。ちょっとここまで下がるとな。やっぱそんだけ能力って大事なんですね。いや、いや、いける、いける、いけます。今ちょっと感度上げたんでいけます。こちら、よーし、ボールなのに。いやいや、ようやくヒット出ました。守備がいいよ。マジ？守備がいい。あれ、これキャッチャーいないですね。サンド落としちゃいます。だけど、あの、適正ないんで。適正なくてもいけるか。一発狙います。お、パワー47で。よし、代打井上選手、一発が出れば同点です。石川、いい守備。嘘やん。なんと、待ってこれ、何、あ、そう、さあ、毎回得点いこうよ。いや、ここちょっとね、追加点取られたら結構きついんで。チャンスメーカー。さあ、ラストイニング、テンポ変えると時間が。よし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 、いやー、しゃぶねー。うわ、怖い。よーし、いいよ、偶然行こう。マジ怖い。ごっちゃし行こう。ごっちゃし、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 ごっちゃし。嘘やん、ホーム。ごっちゃし、うまっ。なんで、
ごっちゃしです。いやどうしようこれ変えようかな。はい、量も入っていい。はい、うわ松田選手おったか。ま、レイヤース、レイヤース、春満開、今日も全開、プロスピエス出ました、山口選手の俳句。あ、そうなんですか。はい、よし、いや、マジで4点か。勝負行こう。やってる、僕はね、諦めないです、うん、どんな時でも。よし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 、ちょっと流れ悪いって流れ悪いってありえん、マジどういうこと。よしよしよし、どうしました。おったー、刺されんの、あれ大丈夫ですか。4点いけます、守れますか。いや、もう打てるんですか打てます。さあ、この回佐藤さん打てますよ、打てますよ、よし、最終回ね。はい、最終回です。ちょっと、もともと5点コールドって言ったんですからね。確かに、確かに。5点取れますよね。9点ね。あと9点。藤岡選手か。いや、マジでえぐい、コントロール。いやいや、ボール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 。飛ばー！いやいや、飛ばさないよ。いや、めっちゃ捉えてるって。飛ばないから。めっちゃ捉えてるよ。これがハンディキャップの怖さだから、うん、いや、もう前落とすしかないな。うおー、ナイスボー、危ない。よしよし、こういうバッティングだ、こういうバッティング、こういうバッティング、もうこういうバッティングよ。いや、変えて。これ見えてるじゃん、どういうのこれ。わざとこの状況にして可能性もありますね。なるほど、いけ、よし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 、うわ来た。さあ、ワンアウト2、3塁、まだまだありますよ。ランナーいないのと一緒だから。よし、おお、ほら来てるよ、本領発揮してきたぞ。甘いよ、いや、マジ頑張ってる俺今、甘いいや、しかもこれをね、あえてこうアウトコース引っ張るっていうね、飛ばないから。おい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 、さあ、1点返してます。ワンアウト1、3塁。いや、もうめっちゃいいとこ。もうマジやばい、えぐい。
うまいんちゃんこれ、うわー軽い。うまい。いやマジで、もう今のチームよし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 、まあ、でも犠牲フライで1点返します。いや今のね落ちたと思っ、今のね落ちるか落ちないかだいぶ違った。いいコントロールだった。いや俺もいいバッティングだったのに。さすがこちらな、本当に小さかったな。次誰や。うわ徳の腕のよ山口選手。ちょっとマジでいいとこ投げる。落ちろ。いやー試合終了マジかスペシャルマッチ勝者は佐藤さんです。悔しい。はい、勝ちました。まあそうですね、まあ、やっぱ一冠なんでね、僕二冠ですから、はい、負けるわけないですよねそこですか。はい、ビップさん。いやーいやね、僕ね最後ねいけるとちょっと思っちゃったですね。ちょっとあのチャンスで、まあ、ライトフライがちょっとあのライトフライが、ね、落ちてたらねまた流れが変わってたんですけど、いやめっちゃ悔しい。いやそうですね、マジで悔しいです。いやちょっとビップさんが負けるとこ見たくなかったですよ。いやそんなん言われると余計気ですけど最初あれだけコールドしますわって言ってこの負け方したら、いやそれはやっぱりね戦う前はそのぐらいやっぱこう気持ち入ってるんで、はい、いやマジか悔しい。だからあれですよ、うん、コラボで、はい、YouTube コラボでリベンジいいですよ、はい、えマジですか、いいですか。はい、だっていやしたいでしょまあまあそうですねちょっともう一回ちょっと戦いたい。やっぱ負けたまま終われない ね、 ね、はい、ちょっとまた佐藤だけチャンネルにハンデなしで戦うところがちょっと見たいっていうのは思いましたね。あなるほどね、うん、まあハンデなくても負けないけどねトゥービーコンティニューだね。いや今日僕正直言ってハンデあっても勝てると思ってたんですよ、はい、本当に。けど里崎さんの石川選手の使い方がマジでうまかったですこれは。だからこれ多分ハンデなくてもどうなってたか分からへんなっていうぐらいの配球してたんですよ、ほんまにこれ本気で、だからちょっと分かんないですね、まあ、ちょっと次は、まあ、ノーハンデノーハンデでやってみて、どんぐらい、まあ、ハンデやって勝ったんでね、これで負けたらノーハンデお願いしますって言えなかったんですけど今回だからいい戦いだったそうですね、うん、なるほど。あと奇跡の井上山口の2者連続ホームラン、いやあれでかかったっす、ね、あれそうびっくりしたね。いやストレートさっきまで、そのさっきの試合までストレートを詰まってたんで、うん、ちょっと僕がよく出して攻めすぎましたね、うん、それを対応してきた。さすが、これはさすがでしたね、はい、さあ横川さんはどうでしたか試合見て。いや石川選手いいっすね。いや僕もなんか使いたいなと思いました。リアタイで、しかもあんまり、永遠にねだって、永遠に進化投げればいいですかねそうそうそうあんまり考えなくていいですよ。進化か高速進化か、あとはベストピッチ出せばいいだけなんでなんかちょっとベストピッチ出して確かに確かに全部アウトローのすごいいいところにあんなんで打てないんですよそうなんですはい、ということでじゃあお二人の対決はまた交互期待ということで、まあまあ、トゥービーコンティニューですね、はい、そうですね、ちょっとさまた佐々木チャンネルに乗り込ませてもらいます、はい、楽しみにしてください、はい、さあということで今回はコナミさんと、BS12 のコラボでお送りしてきましたけれども、 BS12 では今シーズンもパリーグの熱戦を55試合放送いたします、うん、解説には、昨年優待したあの監督だったり選手というのが、うん、解説に出てきますし、はい、またあのホームファンは主音声、ビジターファンは副音声で、はい、お楽しみいただけるということですので、ぜひ55試合放送しますのでご覧いただければと思います。意外と55試合やってるって知らないでしょそうですね、うん、いや確かに意外と結構頻繁にやってるってことですからね、うん、はい、皆さん注目いただければと思います、はい、さあそしてですね、3月末からプロ野球スピリッツエースでも2023シーズンが開幕もしたんですよね。そうですね、うん、もう今シーズン開幕して、うん、まあ、あの一新して、はい、で選手もあの球種がね変わったりとか、うん、でバッターもあのパワーが変わったり弾道が変わったりとかね、すごいもう今始めるタイミングには多分もってこいなんで、はい、もうぜひプロスピプレーしてほしいですね皆さん、はい、もうこれ見てる方は、うん、はい、ぜひとも皆さんプロ野球スピリッツエースプレーしてみてください、うん、さあということで今回里崎チャンネルでお送りしてきたんですけど、はい、佐藤さん
このチャンネルとしては今後なんかこういうのやっていくとかあるんですか？次、まあ、前回も言ってるんですけど、はい、大型企画が進行中で、あの全国全世界 の、 あのプロを目指している少年少女の皆さん、はい、里崎がピッチング受けに行きますよ。すごい。でそれで何かアドバイスできたりとか、だから未来のプロ野球選手を探せっていう、はい、今企画が進行中で募集もどんどんしてるんですよ。で募集も結構来てて、でここからどんどん、ね、それ受けに行くっていうこと始まりますから、すごい、まあ、ぜひ楽しみに。はい、はい、ということで楽しみですね。はい、さあということで、まもなくこの動画も終了になりますけれども、はい、リップさん今日はいかがでしたか？いやそうですね、本当にもう改めてこのプロスピを、なんですかね、普段なんかこうやっぱ一人でずっと撮影してるんで、はい、こうやって人とやるっていう楽しさがまたさらに感じれたんで、うん、まあ、プロスピで、まあ、やってる方も一人でやらずに、やっぱこう知り合いがいたらいろんな人とやってほしいですね、プロスピ。うん、はい、はい、ありがとうございます。横川さんいかがでしたか？はい、すみません、なんかずっと変な絵で一人だけマッチが入ってる。そういうあれなんで、はい、いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。うん、なんか本当に趣味でやってることが皆さんとこうやってね、こういう場でできるっていうのが楽しかったですし、もう、まあ、明日からまた一生懸命鍛えたいと思います。ありがとうございます。何をですか、何をですか？あの筋肉です。そ筋肉、はい、プロスピの方も絶対鍛えたいですね。はい、そして最後に佐藤さんどうでしたか？いやめっちゃ楽しかったですね。うん、まあ、今日2冠しっかりなってね、はい、で初代王者のビップさんにも勝って、いや一生言われるわ、こんな嬉しい日はないですよ。一生言われるこれ、はい、最高の一日になりました。そうですね、はい、はい、ということで、今回はパリーグ王、そしてスペシャルマッチの勝者は里崎育美さん、最強の称号ゲットしてる。おめでとうございますということで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。